おととい名古屋市中区新栄2丁目のマンションの一室で住人の阿部孝一さんが寝室のクローゼットの中で死亡しているのが見つかり警察は死体遺棄事件として捜査しています東北地方に住む阿部さんの姉は9月末に電話で話したのを最後に阿部さんと連絡が取れなくなっていましたが現場のマンションからはスマホが見つかっていないことが捜査関係者への取材で新たに分かりました また、遺体は手首を工事現場などで使われる黄色と黒の模様のロープで縛られていたということです。警察は事件の発覚を遅らせるため、何者かが安倍さんのスマホを持ち去った可能性があるとみて調べています。